さっきも寒かったですね。でもこれ破れちゃって。あ、破れてるんですか。嘘でしょ。なんか穴開いてるありますよ、ね、穴開いてるやつに見せかけて穴開いちゃったってやつ。爪が貫通したんです。爪が貫通して、なんか右手だけ全部貫通しちゃってこのやっぱちょっとここだけここでもちょうどスマホもいじりやすくて、あ、なるほど、いい感じに仕上がった、うん、仕上がった穴開き風です、うん、かわいいと思って。かわいいないです。よく見るとただ破れてるだけなんだよね。普段赤から回ったりってしますか？しないですね。赤から回ったらどんなスコアが出るんですかね。いや、ね、でも実際そんなに多分変わんないんですよ。うん、そうなんか。まあ、なるほど。なるほど。セカンドが寄るか。そうですね。だからアプローチでいかに寄せれるかになってくるんで。うん、はい、まあ、調子いい時は全然変わらなくなってくるからね。うん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 、ゆこから渡す、うん、渡します、ね、おー、ナイスショット、すごい、飛んだ、いい感じ、完璧よ。完璧ですか。完璧よ。ありがとうございます。左からの方がセカンドがしやすいのかな。そうだね。です。いやいや、うん、いや自分の中まあまあ良かったんですけど、塗り替えられちゃった。だからね、ちょっとあんなかっこいいね、ドライブショットね、見せられたら、そうね。この残像がもう、そう、先に先に撮ってよかった。さて、いやでもセカンド大事だよね。セカンド大事。どうしよう。どうしよう、でもまあ。どうする？どうしますか。でもうわ、めちゃ雨。めちゃ雨。めちゃ雨降ってきたね。これはすば素晴らしい雨です。素晴らしいよ。135とあと7番か6番かみたいな。でも今日ちょっと寒いし、そうですよね、ユーティリティでペチンって打つかみたいな。じゃやっぱ前ね、やっぱボール、そうだね、取りましょう。うん、プロのボールを取ります。はい、うまいよ、取っただけ、ナイス、いい感じ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 、うまーい、やばい、めっちゃピンホール、やばい、ナイス、おー、これはちょっと絶対近い、受けがいい、なんすさね、本当にさすさっ、なんかあとなんか球の勢いがちょっと違うね、違うね、なんかシューっていく感じね、うん、ね、違う、私はなんかフワーンってなっちゃう。怖い怖い近い近い、これはもう、あ、これは、あ、でも、え、でもそうですね、そう、私採用できない、あかーん、あかーん、あんなに大丈夫、10のボールは近いから、曲がりそうな気がしなくもないよ、もっとだ、もっとだ、あー、あー、
いい感じ。やあ、いやあ、いやあ、惜しい。またパーです。いい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。嬉しい、ありがとうございました。エリボールゲットだぜ。エリボールゲットだぜ。サイン入りでーす。かわいい。ですね、はい、前行きましょう、前行きましょう。ゴルフってやっぱりあのみんな各それぞれのその特徴があるんですよ、はい、性格も違うようにね、力の違いもあるしタイミングの違いもあるから、はい、そういう中で自分がいいものをこう見つけられれば上達が早い、はい、みんなと同じことやっちゃダメ、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。ちょっと行ってみます。ちょっと振ってみて、うん、ね、大体ね、構えとね、もう格好から見るの、あ、すごい上手い上手い、うん、それはやっぱりよいしょしなきゃやんなじゃないですか。で少しね、右がちょっと張っちゃうからもうちょっと左行く。へえ、やりやすいからスライスが出やすい。へえ、これぐらい構え、はい、向いてる方向は、で背筋ちょっと伸ばして、はい、うん、はい、そうですね、肩、左の肩を下げずにバックスイング。なるほど、うん、ナイスよ。まあ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 、ちょっと引っ張り今度力あるね。いや、もう全然力あるんですよ。思ったよりうまい。でも今スライスが持ち球でしょ。はい、だから今こう丸まって右の肩出てちょっと右手が強い、うん、こうやりますね。それを構えた時に、そうそういうふうに構えられるとバックスイングをしやすくなる、振りやすい。こうしてこう、はい、そうそう、で背筋伸ばしてね、はい、はい、やっぱスライサーだね。あ、すごいね。あのインサイドアウトに振れって言われてるでしょ。そうです振りが悪くなっちゃう。そうなんだ。回転がね、インサイドアウトってここで止まっちゃうから、あ、じゃなくてもっと左側に振らなきゃいけない、うんうんうん、それスライスが出るからってね、みんなインサイドアウトって振れって、うん、これはダメだ、はい、軌道がね、だから構えた時にもう一回構えて、はい、この方向にそのままフォローを出して、そのフォロー、はい、そのままフォロー出してずーっとそう、ここに来ればいいし、うん、それ今こっち出してるでしょ、はいはい、だから振り切りが悪くなる。もう一回戻して、はい、この方向にちょっと素振りしてみて、ギューッとそのまま振り切る。そうすると形がもっと綺麗になる、うん、確かに。だからもっともっとゴルフがね、あの楽にできるのに、普通に、うん、あのスライスの原因ってのはまだ他にいろいろある、軌道とかのグリップとか肩の下がり方とか、はい、でそのイメージで持って、はい、はい、肩下げずに、はい、バックスイングしてそのまま左側に振ってみて、それの方がまだ形がね良くなって、もっともっといろんなねショットが良くなってくる。で分からなくなった時は両足を揃えて少しこう回転を練習する、ね、両足揃えてインサイドアウトに振ったら振り切れないでしょ、それをちょっとちゃんと振ってみて、最後まで膝を使って、うまく膝を使って、そうそう、ほら、こんなうまい綺麗なスイング、こういうふうに覚えてくると、うん、綺麗、形が良くなってくるね。こうしておいて、投げて、おお、完璧。見てピンの方向、届いちゃう、来たでしょ、届きそうですね。見えないけど、分かんなくなったら膝を曲げて、これで回転をちゃんと行為できるように、そう、今なんかほら腰引いちゃうでしょ、こうやって、うん、ほらこうしといてスッて左側一本、左足全部立てられるよ、フォローで左足一本で立てるよ、そうすると回転できるからもっともっと距離が出せるようになる、すごいすごい形が良くなってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。60ぐらいかね、うん、一晩たらげよ。いけ、悪くない。もう雨で手が滑っちゃう。悪くない。頼むよ。うん、いい。ああ、でも左だよ、私も。持ってくれ。大きい。わかんない。大丈夫そうじゃない。行ってみよう。ちょっと行ってみよう。そっち下りだ。ちょっと
です。いやでも入るよ。入る。スライスだよな。うん。そんな曲がん。そんなに曲がんないね。ちょっと半分ぐらい出す。うん。縁？そうだね。半分。活躍できた。ナイス。よかった。もう打ちたくなかったもん。寒いし。ナイスパー。ナイスパー。いや、いい感じよ。いいよ。おお、私がライトティーで。ライトティーで？ライトティーです。おお、嬉しい。みんなで打ってくれる。みんなで寒くないですか？寒くないです。はい、さっきも寒かったけど。うん、ちょっと暖かくなったよ。ちょっと暖かくなった。どうぞ。はい。じゃあお願いします。お願いします。オッケー、ナイス。ありがとうございます。いいね。ありがとう。ワンタッチショット。ワンタッチだね。オッケー。はい。おお。かっこいい。ナイスショットでーす。ショー。参考にしてください。かっこいい。素敵。写真撮る？写真ない。いいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。思ったより小柄なんですね。思ったよりちっちゃい。スマート。何？スリム、スリム。スリム？スリム。ちっちゃい顔。スリム。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい綺麗。のね。アンシネさん、思ったよりちっちゃい、ちっちゃいです。もっと大きいかと思った、うん、私と身長変わらないんじゃないかな。あ、そうかもね。飛んでたね。飛んでた。いや、ビューティフルでしたね、スイング。うん、綺麗だと思う。飛んでますね。うん、あ、いいじゃん、いいところにあるよ。うまい。ねえ、ちょっと引っ掛ける。乗っただけ。ナイス。いや、乗っただけ引っ掛けるな。いい感じ。いや、弱いよ。いやいや、乗る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 。乗ってー。どっちがいいかな。もう本当打てない。もう打てない。滑っちゃう。滑っちゃう。ここ？縦距離があるかも。いや、逆目だじゃん。ね、ちょっと打てます。パターの方がいいんじゃない？楽だよね、だって。うん。10歩。パターよりも右かな。ああ。ね。ね。のロングパッチだね。確かに。強いかな。あ、強くはない。おー、ちょっともうちょっといって。なるほど。なるほど。葉っぱぐらい打ってるもんね、でも一個ね。おー、いい感じ、いい感じ。いや、いい感じ。おー。ちゃったな。
です。よし、ナイスパー。オッケー、オッケー、ナイスパー。いい感じ、いい感じ。いい感じです。よしよしよし。あ、縦がいいです。縦ですか。はい。いきます。はい、チーズ。60ヤードぐらい、160ヤードぐらい、はい、そのツアービーまで、はい、リンゴルフだからリンゴなんだ。そうなんです、ね、え、かわいいめっちゃかわいくないですか、ね、これ白とネイビーあるんで、かわいい、お願いします。お願いします。お願いします。いや、びっくりした。なんかすごい細いのに、たらすんごい。ありがとうございます。お願いします。お願いします。すごい。おお、めっちゃ飛んでる。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ラスト三ホール頑張ってください。ありがとうございます。失礼します。やばい。寒いです。フェード打てないと無理系のやつだわ。フェードとかじゃないよ。フェードです。頑張ってフェード挑戦する。分かった。97か。頑張ってフェードでやってみる。はい、ゆっこから、うん、ゆっこちゃんはフェードをフェードでこの木を避けて打つそうですよし、やってみようよし、やってみよう。おお。おうまくいったんじゃない本当に。おー、ほら、うまいイエーイ、うまい、近いよ、うまい、もう、うまい、うまく打てた。でもいいんじゃない。やったやった。え、バーディーだよあれ。私も軽い程度で、うん、いい感じ。戻った。ナイスー。まあまあだね。ナイス。うまい。気軽に打つもんだね。やってみます。ナイス。やったー。え、すごくない？それプロのボールですか？あ、うまい。すげえ飛んでる。すごい。プロの球半端な。あんなにうまくいったの初めてかも。嘘。メイドで。よかったー。ラッキー。これでまだバーディーチャンスです。バーディーチャンスです。で、これ頑張ろう。これ頑張ろう。ちょっと入れるも入れたいよ。でも上りだよね。上りの、もう右、ここじゃない。そうだね。中曲がるかな。でもほぼまっすぐじゃん。ね、ちょっと打ってみますあ、今でもちょっと左に打ち出せてなかったかも。いや、でもすごい、思い出しきてた。早かったよ。それかカット打ちみたいだったか、どっちかちょっと開いて当たった感じする。うん、うん、ちょっと開いて当たったな、今待って、ちょっと分かんないな、あの曲がり具合は。あ、でも左カップ中、私やっぱほらこう、こう行ってもね。そう、でも結構曲がってるよね。あ、確かに。
そうやって見るとね、開いて当たったのでも分かんない。そう、出会った時よく。そんぐらいだよね、うん。あ、曲がった。あれ、切れる。あ、ほんまでも結構曲がったね。あっそう、あっそう、あっそう。でもパーだから、パーだからね、パーだから、まだ強い。